泉が枯れるまであとわずか。そうなったらこの世界は。もう迷っている時間はありません。たまき、清らなる泉よ、代々の王を守りし神器よ。世界への道を開きたまえ。力持つ者をこの地にいざないたまえ。世界を救うために。ここは一体。かかる火の粉は払うしかあるまい。とにかく現状を把握すべきか。他に誰かいないか探そうか。残しもなるものを打ち破ったり。俺も気づいたらここにいた。今は眼前の脅威を退く。様子を見るとしよう。My dreaming. Hello. Is anyone there?この異様な空間から脱出せねばならん。力を貸してくれ。
You're a ninja like Hanzo. I could not ask for a better companion.紹介がまだだったか。俺は竜ハヤブサ、彼女は綾音という。 I am William. I was supposed to be in a place called Japan. どうやら3人ともいきなりここに連れてこられたのね。私たちは人間なら狩らなければ。それが役目ならやめて。みんな応募さらば。なぜ私たちを襲うの。なぜ。それが私の役目だから。あやね、話が通じそうにない。ならば戦うまで。化け物たちは振り切ったみたい。この先は静かそうだから行ってみましょう。なんと澄んだ気か。ここは よく来てくれた、異界の英雄たちよ。英雄。この世界を救うため、どうか私に力を貸してくれ。この世界は泉の奇跡の力によって長く繁栄してきた。もともとこの地は作物の一つも実らぬほどに荒れ果てていたという。歴代の王が三種の神器によって泉の力を操り、各地の祠に恵みを行き渡らせることで人々が暮らせるようになったのだ。しかし禅王が亡くなった時、泉と祠は急激に力を失った。そして、新たな王が大観の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れてしまったのだ。そんな中、母上は私たちに古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い、世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄、祠に己が力を与え、
泉を再び蘇らせ、英雄を導きし者、大観の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさ。この言い伝えに従い、私の妹玉木はあなた方をこの世界に呼んだ。泉に残された最後の力と引き換えに、異界の英雄はこの世界に対して多大な影響力を持っている。その力を祠と大地に分け与えてほしい。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉は蘇る。それが母上の見立てだ。あなた方を巻き込んですまない。どうか私に力を貸してほしい。共に戦ってくれ。ねえ。ああ、うん、承知した。よい。Understood。感謝する。龍様。
嵐吹く予感に似たり、英雄よ。頼む。英雄の鍛錬相手に選ばれるとは光栄だ。まずは私の言う通りにやってみてくれ。リュウ・ハヤブサ、参る。涙だな。では今度はこれを試してくれ。応援しなきゃ。学ばせてください。
今の通り学ばせてください。お見事です。決まりだね。行くぞ。なるほど、素晴らしい武勇だ。さすがは英雄だ。最後に私が相手を務めよう。しっかり確かめさせてもらった。あなたがいれば必ず世界を救えよう。英雄よ、すまない。その通りだ。いや、すまない。承知した。すまない。It seems the goddess of war smiles upon me.儀式を行う前に敵を排除しなければ。英雄よ、力を貸してくれ。英雄を呼ぶ儀式で玉木の力が暴走した。それで彼らも別の世界から迷い込んだんだろう。
他にも様々な化け物がいるかもしれないが、これも今このような地で貴様らに会おうとは。やはり王位を目指して戦うか。まっすぐで優しいお前らしい。私が王にならねば世界は滅びてしまいます。なぜ阻むのですかお兄様。いざこの超死竜と勝負してもらおう。超死竜マイル。もう仕事の時間。水産この風日本によく似ているな。いや、この地は英雄の思念で変化したのだ。誰かの元の世界がこのような景色なのだろう。英雄はこの世界に大きな影響力を持つ。荒廃した大地をここまで変えてしまうほど。儀式を行う。ねえ、そのいやすまぬ、小すまぬ。嵐吹く予感に似たり。儀式を行う前に敵を排除しなきゃ。英雄よ、力を貸してくれ。英雄を呼ぶ儀式で玉木の力が暴走した。それで彼らも別の世界から迷い込んだんだろう。他にも様々な化け物がいるかもしれないが、はあ、ここでもあんたたちと戦う羽目になるなんて。玉木、やはり王位を目指して戦うか。まっすぐで優しいお前らしい。超死竜マイル。いざこの超死竜と勝負してもらおう。この風景日本によく似ているな。いや、この地は英雄の思念で変化したのだ。誰かの元の世界がこのような景色なのだ。No choice。英雄はこの世界に大きな影響力を持つ。荒廃した大地をここまで変えてしまうほどに。我が闘志まだ消えてはいない。いずれまた勝負だ。我に資格なし。私が王にならねば世界は滅びてしまいます。なぜ阻むのですかお兄様。見事なお働きです。ここは私が。兄弟なのに。因果応報、さらば。戦うなんてそんな。玉木ちゃんは私が守ります。よこしまなる者を打ち破ったり。私がお兄様。なぜエナジー満タン戦わねばならぬのですか。タマキ、今の私たちは敵同士だ。私は敵と話す言葉など持たない。私が行くよ。お兄様、冗談。
ですよね。ウィリアム、お母様から聞いたではありませんか。私が王にならねば世界は滅びると。誰が何と言おうとお前の王にはさせぬ。諦めぬというなら倒すだけだ。お兄様、どうして。これに懲りたら王など目指さぬことだ。いいな、玉城。シキ、お前に王位は渡さない。真に王となるべきなのはこの俺だ。奴は私のいとこ、刹那だ。あの様子を見る、戦うしかないようだな。戦場では拠点の確保が重要だ。制圧すれば戦いが有利に進むだろう。ウィリアム、I won't lose。 刹那さん、マリーが行ってきますね。私が行くわ。ノーバーン、ノーバーン。聞いてくれ。できないなら兄代わりだろうとお前を倒す。お前が戦うのは家族を守るため。その言葉はまことか。ああ、そのために今は家族を傷つけよう。二度と王になろうなどと思わぬよう。お任せください。避難も覚悟も。今はお前を信じ手を貸す。学ばせてください。しばらくしたら援軍が来るはずだ。ノビアレさん、それまで敵を抑えててくれ。応援しなきゃ。よかろう、やってやるに。どうだ、いい感じ。よし、決まりだね。お見事です。ハヤブサ流忍術こと天下無双と知れ。行くぞ。刹那の王を目指しているとはな。想定通りではあるぞ。因果応報、さらば。私の名はマリーローズ。よろしくお願いします。舐めないでください。もうすぐ援軍が来る。あと少しだけ耐えてくれ。援軍か、厄介だな。到着の上急いで刹那を倒さねば。今が好機だな。みんな、刹那の元へ向かうぞ。さらば。
さらば。うまくいったぞ。忍術こそ天下無双と知れ。守備は上々か。是非もなし。我こそは織田信長、天下を取る者ぞ。つまらん。この戦場には飽きた。横島なる者を打ち破ったり。見事だ。その力、心から頼もしく思う。このままではまずい。どなたか援軍を。力を貸せ。お任せください。その技、手本とします。見守っております。その技、手本とします。応援しなきゃ。 Finish it. Looking good. Finish it. 決まりだね。 Goodbye.お見事です。ハヤブサ流忍術こそ天下無双と知れ。ハヤブサさん、あなた相手でも譲るわけにはいかないんです。邪魔をしないで。やっぱりハヤブサさんは強いですね。次に会うときは味方であってほしいな。我に資格なし。因果応報。さらば。さすが、お見事でございます。
さらば。はやぶさ流忍術こそ天下無双と知れ。守備は上々か。見事なお働きです。共に参らん。お任せください。学ばせてください。Now we're talking. Finish it. お見事です。守備は上々か。はやぶさ流忍術こそ天下無双と知れ。覚悟。ゴッバイ。星のガード誕生。しているのか。カマキリつく。銀河王法。さらば。ものだと思ってたのか。私には私の考えだ。それはお前やカマキリを王にすることではない。全部を話すつもりはないってことか。秘密主義とはお前らしいな。俺は必ず王になる。何度邪魔されようと諦めるものか。残しもなるものを打ち破ったり。シキ、俺は絶対に諦めないからな。刹那は引いたか。勝てたのは皆のおかげだ。礼を言う。英雄よ。うん。さて、邪魔者はいなくなった。そろそろ私の目的を説明しよう。かつて初代の王が泉を作り出した時、突然黄泉という魔物が現れて世界を滅ぼそうとした。王は黄泉を倒し、泉の底にこれを封じた。この世界のものなら子供から大人まで知っている話だ。もっとも誰もがただの伝説だと思っているかな。だが黄泉は実在する。亡くなった私の父が今はの際に教えてくれた。黄泉の封印は長い時を経てほころんでしまった。奴は今泉から力を奪って
完全に封印を解こうとしている。このところの王が全て短命なのは、黄泉が泉を通じて王の命をも食らっているから。その上、黄泉は己の意識を何者かに取り付かせ、私たちの動向を監視しているらしい。このままいけば、強大な力を秘めた玉木が王に即位し、新たな犠牲者となるだろう。しかし、私は妹を黄泉に捧げるつもりはない。この世界のどこかに、黄泉の封印方法が記された黎明の火というものがある。英雄よ、どうか私と共に火を探してくれ。そして共に黄泉を滅ぼし、世界を救ってくれ。その通りだ。まったく。そう。ああ、なるほど。頼む。承知した。感謝する。英雄様、どうなさいますか？よい。いらっしゃいませ。
また来てください。